男女別か、つまんねえ。隣の部屋に姉さんがいるよりずっとマシだよ。確かに。ここにいて。姉さんが戻ってきたらすぐに知らせて。私に任せときな。さて、姉さんの部屋はどこかな。寮の地図って誰が見るの？とりあえず106と108じゃないのは分かった。助かるよケイト。魔法の番号は111ね。猫の写真を盗んで何するの？最後のミーティングになるかも。エヴァン、さすが。独自の道を進んでるって感じで、かっこいいな。ローガンもこのポスターを見てれば。あらあら、トレバーとデーナだ。トイレットペーパー戦争勃発。写真家なら一度はビッグフットを撮らないとね。ケイトの一件の後でもいじめのことを誰も学んでない。最低。ケイトの方は落書きされてないけど。これ書いたのザックかローガンだな。ほんと男子ってのは。この匂いとゲームの音、ヘイデンってすぐわかる。ケイトのこと考えちゃう。ウォーレンの部屋、ホーキング博士を尊敬してるんだね。たまにはからかってみようかな。ずっと誘ってくれてるんだし、思い切って成り行きに任せるのも大事だよね。オタクっぽいって思われたら嫌だな。まあウォーレンもそうだし、笑ってくれるよね。ひどい、姉さんの仕業だ。痛い目に遭わないとわからないの？ケイトのことを気にかけてる男子もいるんだ。頑張れ。姉さんの部屋はきっとここだ。姉さんの携帯とか何か手がかりを探さなきゃ。こういう趣味を追求してるわけだ。クロエらしいけど。嘘でしょ、クロエ、ひどいよ。クジラの歌？
姉さんの心を癒せるのはこれだけなのかも。これきっとクロエが壊したランプだ。本一冊で治ったら誰も苦労しないよ。ああ、いい写真じゃん。もっと写真に力を入れたらいいのに。すっごい気持ち悪いけど、自分のスタイルがある。こんなハイテクのプロジェクターがあったら最高だろうな。このショー面白そう。こういうセンスもあるんだ。やだ、私の自撮り写真盗んでたんだ。ひどい趣味だな、ついていけないよ。暗い映画ばっかり。これってクロエを撃とうとした銃だ。誰かからのプレゼント？男子の部屋といえば典型的だね。これも調べなきゃね。パーティーのことしか頭にないみたい。嫌な予感がする。最低、絶対許せない。ケイトの分も仕返ししてあげるから。ひどいな、この父親が本当の問題かも。あの家にもまともな人はいるんだ。お姉さん外国か。へえ、姉さんがダイエット薬品ね。しかも強い薬。ちょっとウェルズ校長、ごますりすぎ。不機嫌そうな顔、この父親とその服じゃしょうがないか。病院の薬も効いてないみたい。今や皮肉にしか思えないけど、ずっと持ってるなんて可愛いとこもあるんだ。何もかも持ってるのに安らぐ場所がない。6000ドルはする最新のモノクロカメラ。金持ちめ。高い機材といえばビクトリアだと思ってたけど、プレスコット家には勝てないね。床にあるのは何の跡だろう。何か隠してるはず。こんなとこに携帯はもらっていくよ。携帯も手に入ったし、姉さんが戻ってこないうちにクロエに見せよう。ああ、よかった。やっと戻ってきたか。な、何を見つけた？なんか綺麗だけど、気味の悪い部屋だった。これを見て。やったじゃん。これであいつも終わりだな。俺の寮で何やってる？こそこそ嗅ぎ回りやがって。ちょっと落ち着いてよ。なんだとこれ。マックス、下がってろ。そこをどきやがれ。てめえそんなに死にたいのか。やめろこのバケ。ウォーレン、やめて。もういいよ。
いって。なんだよ、お前らその目つきは。お前も、お前も、全員して。行こう、早く。覚えてろ、すぐに親父が来るからな。てめえらは、もうおしまいだ。姉さんが殴られて当然のやつだとしても、暴力は良くないよね。なんていうか、びっくりしたよ。ウォーレン、さっきはその、ありがとう。何が？姉さんに頭突き食らわせたろ？やるじゃん。どうかな。早く完全に切れるところだった。まるで姉さんだ。ウォーレンは全然違うよ。ありがとう。これからどうするんだ？俺もついてった方がいいだろう。いつまた乱闘騒ぎになるかわかんないしさ。それとも警察を呼ぶ？警察はダメ。今はまだ。だから、ウォーレンは、その…これは私とマックスとで型をつけるよ。ありがとな。そうか。俺にできることはある？それじゃあ、姉さんの父親のこと、できる限り調べて。わかった。季節外れの雪と日食もそうだけど、最近はきな臭いことが多いな。ありがとう、ウォーレン。本当に。また、電話するね。約束だぞ。今なら何でも来いって気分だ。うん、頼もしい。あいつマックスにベタ惚れじゃん。やっぱり。しかし姉さんフルボッコだったな。うん、ちょっと怖かったね。次はフランクだな。連絡取れるの？金を匂わせれば即レスだ。ほらな、今すぐ来いって。じゃあ早速行こう。